はい、えーと「諦め」というテーマでしたね。 えー、これについては私はねあの一つの学びがあってずっと心に留めてるものなんですけども「諦める」っていう言葉これはねもともと帝王の帝に「ゴンズル」と書きまして帝が決定したことこれがね諦めってことなんですよ要するにねあの帝偉い人一番偉い人が決めたことに従わなければならないっていうこととあとは帝が本当苦渋の決断してこういうふうに考えたっていうことが諦めっていうことの語源になってるんですよ。ということはですね私が 諦める時って自分が本当に相当やり込んだ時相当やり込んでこれ以上ないという苦渋の決断なんですよねだからねまあ吉谷さんも言われてましたけど中途半端なところって何が中途半端かってわか,からないですけどね何が中途半端か分かりませんけども私はですねやっぱり最初に思ってたのはまあ1000サイトは作ろうと思ったんですよサイトの量産に関しましては1000サイトを作ってダメだったら諦めようかと思ったんですようん私の行くつくところは1000個で 1一つのタームを迎えるかなというところだったんですけどもまあ300個ぐらいで月収100万越したんでなんか楽だったなと思いましたねうんだから目標設定の3分の1ぐらいで月収100万越するんだったら楽勝じゃないかみたいな感じでしたそれからサイトアフィリエイトを中心としたアフィリエイト事業速可塾を2013年からやってきて最初にセルフバックを知った時に一瞬でですねこれは3年で1億越すなと思ったんですよ 1> 1日10万の利益が出ると思ったんですよ実際は3年経ってみると1億3,800万という数字だったんでだから3年かからずに1億円は達成したって形ですよね。で現在あの何回も出して恐縮なんですけどもこういった税務のね資料が来てますけどもこれ毎年来てるんですけども私も一番あの法人として長い会社で10期やってるのがあります広島観光事業っていう会社ですけども。 まあその他にもね、複数の会社があるんですけども、例えばね、月収100万とか200万とかね、月収300万とかで私経験しましたけど、今、月収300万も割らないっていうかね、それ以上ですからね、こんなに毎日暇なのにいけるわけなんですよ。それはある意味、やり込んできて、やり込んできて、やり込んできて、すべての分野で、本当に味方のところまで行ったんじゃないかなと思うんですよ。そんなに自分はね 私はなんかをこう、儲かりましたみたいなアピールをすることは本当に今までなかったんですけども、たまにこうやってね、こう、個人動画でお話しするんですけども、アフィリエイトでも、その全国トップ10とかにね、18ヶ月入ってるわけですよね。いろんな ASP で入ってました。さすがに、ここまで複数の ASP AS でトップ10に入り続けてっていうのはなかなかいないんではないかなと思いますし、転売の方でもですね、えー、やっぱり本業でやってる人以上に、 売上上げってていうのを上げてきましたししかもその作業の時間すごい少ないんですよ私はなぜなら YouTube を使ったりとかね特定の人をリピーターにしてその人だから転売をした人専用のメールマガジンで作ったんですよ転売相手のメールマガジンね私から物を買った人私物を売った人の2種類のメールマガジンですでそこでがっつりやってたんでもうすでに amazon とかメルカリとか通さずにやってるんですよだから まああのメルカリの購買履歴とか残ってないんですけどもそのやっぱり数十倍ぐらいやり取りしてるんですよね、まあ、そこまでやると月収っていうのがもうかなり突き上げるってことになりますしまさにねその分野では帝の位に行ったんじゃないかなと今振り返って思うんですよ自分以上にやった人とかいないんじゃないか自分以上に売り上げ上げた人ってなかなかいないよねってことになってきますよね、まあ、そういう意味で私はその諦めっていうものを一つのキーワードにして えー、まあそこまで進んできたところがあるかなっていうところでございますねいろいろとお話ししましたけども今日もね9月始まります皆さんのこの秋から91012 1 1月この4ヶ月でもあらゆることができると思います本当にこの世の中可能性がすごく広がってると思いますだからねせめてねなんか3ヶ月前に始めたことを3ヶ月後の今日にあやってなかったわみたいなことがね なないいいいようにしてたただきたいかなと思います続かないっていうのはねすごいですね嫌なことは続くのに自分のやりたいことが続かないっていうのはね本当に奇妙なことだなと思います。是非ね「味方の位に行くまでは諦める」って言葉を口に出さないように意識に伸ばらさないようにまずは徹底的にやってみて味方の位に行った時にその後どうするかってことを決断するぐらいのね、えー、強い気持ちが必要なんじゃないかなと思います。それでは以上でございます。